新人警察のオグネボイです逮捕任務に参加しに来ました脱走者さんもう抵抗をやめてくださいここから先はふっんもっとかわいい役はないんですか がちょっと地味ですねあリボンとステッカーでかわいくおしゃれにしましょう警察の威厳に影響するからダメえ新人警察だからって侮らせません今たい こっちが警察じゃなければ新人警察の小舟舞です逮捕任務に参加しに来ました脱走者さんもう抵抗をやめてくださいここから先はふっわ さん脱走者へのセリフはもっとムッとしたほうがいいですか戦いは煙を吸ったらケホケホするし敵が落としたガラクタも可愛くないですそれでもオグネボーイの砲撃がみんなを守れるなら敵に痛い目を見せてやっちゃいます 新人警察だからって侮らせません。今逮捕して。手錠を自分の手にかけちゃいました。指揮官アバーグランビスヴェラピーちゃん誰か助けてこのままではセットが爆発しちゃう。うん、手錠が。 地味ですね。あ、リボンとステッカーで可愛くオシャレにしましょう。警察の威厳に影響するからダメへー…すびれピーちゃん、落書き屋が脱走 アクセサリーで正義の警察を買収できるなんて思わないでくださいはあっ大船っぽいは警察で指揮官は脱走者す <laughs> ダメですも,もっとそっと触ってくださいカワいイ三つ編みは作るのがと徴 でも大変なんですよ。新しい任務です。正義に代わって逮捕しちゃいます。うーん、物資のリスト。は…多分大丈夫です。同志指揮官もう一回チェックをお願いします。 脱走者さんへのメールです封筒に貼ってあるそのかわいい木って、オグネボーイにくださいませんか指揮官お疲れ様ぎューッとしてあげたいですけど、撮影がもうすぐ始まっちゃいますね。フッもう同時指揮官をギューってしてあげません 士指揮官オグネボイの新しい武器を見てください <laughs> どうですかオグネボイの偽装とっても可愛いと思いませんかぜんぶ新しいアクセサリーですよ質務室,室に飾り物があまり置かれてなくて脳視指揮官は本当にそれでいいんですか 今日お仕事が終わったら、一緒に色々買って、おしゃれにしてあげましょう。あの、同志指揮官が忙しいのは分かっています。でもでも、今度お出かけするとき、オグネボイも連れて行ってくださいませんか迷惑はかけませんから。だって、オグネボイ一人で執務室にいたら、 とってもとっても寂しいですからこっちが警察じゃなければあなたが脱走者じゃなければ違う結末があったよもしれませんはふえなんで物語の最後がこうなっちゃうの物語じゃないオグネボーイと指揮官は ずっとずっと一緒に入れて本当に良かったですよね委託のお姉ちゃん達が戻ってきましたおグねぼい可愛いアクセサリーをいっぱい準備しましたから一緒に届けに行きましょう強くなったのですか 力全開フルパワーかわいいの威力思い知りましたかオグネボーイが指揮官を守りますだから早く逃げましょうかわいいハート打ちますあパワーが落ちてしまいました アクセサリーで正義の警察を買収できるなんて思わないでください